対戦はプール A の1ストーン効果、プール B の2エクスプローラーズセカンド、こちらの2チームの対戦です。さあ勝てばファイナル進出。それではセミファイナルスタートです。さあ鹿児島のチームです。皆さん応援よろしくお願いします。エクスプローラーセカンドセミファイナルまで進出してきました。対するはラストワン福岡、まずは福岡1点先取しました金子陸。さあこのセミファイナルの対戦福岡対鹿児島セカンドになりましたが、前田選手、この対戦いかがですか？やっぱり、練習試合とか何回かやってるんで、お互いのことを分かり合ってるんで、本当にどういう戦いするのか楽しみですね。先ほどのエクスプローラーズ鹿児島もちょっと苦戦を強いられました福岡ですが、やはりよく知ってるんですね。そうですね。そんなよく知っているというお互いのチーム、勝ってファイナルに進出するのはどっちなのか。鹿児島としてはやはりこの開幕戦鹿児島同士のチームでファイナルを叩きたい。ちょっと風が出てきていますね。戦いにどう影響するんでしょうか。2ポイント松本亮、ナイスです。ここは通してくる。あと修士ワンポイント。エクスプローラーセカンド勝ってファイナルに進出しましょう。2ポイント。いやー、ここは確実に決めてくる加藤陸、金子陸、ここは2ポイント。いや決まりましたね。そうですね、やっぱり一番注目している選手なんで。ちょっとキャラ似てますよね。本当ですか。ちょっとキャラもプレーもちょっと似てるような気がしますが、決めてくれたのは松本亮 MR。ナイスです。あと2を狙う。さあここファールを取られました。さあボールは福岡6対5。さあここの1点です。福岡1点入りました。ベーさあ行くぞ鹿児島はファール 3x3 ユナイテッド 2024-25 ウエストエリアの開幕戦、いよいよセミファイナル1。勝てばファイナル進出。ラストは福岡ワンポイント。さあここファールです。8対6、点差は2点。ラストは福岡リードしています。さあ鹿児島追いつける。エクスプローラーズ鹿児島ラウンドセミファイナル、ここがラストワンポーカーのフリースローになります。さあしっかりリバウンド、さあガボシバ、ここ来ました、グッバイ、持ってますね松本涼選手、ね、ここぞという時決めてくれる、そんな頼れる男松本涼。さあまだ点数は1点差、9対8。ただちょっとチームファウルが増えてきているのが鹿児島。チームファウルは5つ目です鹿児島。ここは気をつけたい。ラストアンフォーカー萩原シュート4ポイント。さあボールは福岡です。かなり風が吹いているのでちょっと影響ありますかね。そうですね、やっぱり風の影響で全然打ってる方向が違うところになっちゃうんで、だいぶちょっと変わりますよね。2ポイント、これはすごい10対10。これはちょっとバネが取れましたね。そんなことあるんですか。あんまないです。あんまりないですよね。どれだけ強いあれですね、圧でシュートをしたか、ダンクしたんですかね。ちょっと皆さん、会場の皆さんお待ちください。さあこの間に選手の皆さんは少し作戦会議、エクスプローラーズ鹿児島のやはりこの方入間川大輝が出てまいりました。直せるんでしょうか。エルマーにあなたの力が必要です。あまりないんですよね、こういうなかなかねない今出来事が起きておりますが、バネが入ってるんですね。普段このコートは実際吉野公園にあるんですよね。はい、そうですね。東京2020って書いてありますけど、東京オリンピックで実際使われたコートが実は鹿児島にあるという。いいですね、このコートでできるっていうのはいかがですか。まあやっぱり東京オリンピックで、まあ、使われたコートなんで、はい、まあそれが鹿児島にあってそこでプレーができるっていうのは、まあ、本当に嬉しいことですね、はい、ですよね。多くのねこの有名な選手がこのコートで試合をしてきたという、そんなコートです。あまりない光景ですよねこれ。そうですね、リングを直すというね。これもライブ中継されているんでしょうか。これもされてるそうです、はい、今日の KKB カプリでライブ配信が行われているんですが、なかなかない光景が今プリの中でも配信されているようです。さあセミファイナル1、ちょっとこの影響っていうのがどうなんでしょうね。ちょっと休めるのか、それとも集中力が難しいのか、どういうところでしょうか。どうなんですかね、まあ、自分はやっぱり今悪いところとか、まあ、そういうところ話し合えるんで、はい、まあいい時間になるのかなとは思いますね。流れがちょっと変わるような気がしますよね。そうですね、はい、さあ 3×3 ユナイテッド 2024-25 ウエストエリア開幕戦のセミファイナルお届けしております。ラストワン福岡 VS エクスプロナーズセカンド、試合中でございますが、ちょっと今リングの修繕を行っております。少々皆さんお待ちください。ただいま11対11、しびれる展開です。次の1本非常に大事になってくるんではないかと思いますが、さあこれに勝ってファイナルに進出するのはどのチームなのか。ちょっと曲がってる？調整って難しいですね、割と。集中力難しいところ、選手の皆さんどうでしょうか。3×3 はこういう商業施設のような場所でもやることが多いんですが、こういう場所でやるっていうのは前田選手楽しいんじゃないですか。まあやっててめちゃめちゃ楽しいですね。体育館とかでやるのとどう違います？まあやっぱり雰囲気だったり、まあやっぱ外なんで、まあその天気とか本当に影響されやすいんで、まあ難しいところではありますね。そう、まさに今ちょっと風が午前中よりは吹いてきている状況なので、少しこの風の影響はあるのかなというところなんですが、前田選手、去年はここで優勝しましたっけ？はい、優勝させてもらいました。何のチームで優勝したんでしたっけ？レッツっていうチーム名で優勝させてもらいました。そうなんです。本当に印象に残る選手の一人だったんですが、今はプロとしてこのコートに立ってるんですね。はい、治りましたか？ OK 似合う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 。よし、リングが無事治ったようです。さあ時間もなんと555、ゾロ目、そして得点は11対11、ドラマチックな展開です。さあこの中断がどう影響するのか。やっぱりキーマンは松本選手です。 MR、 はい、10番松本選手、3番土江選手ですかね。順平土江、決めるとこで決めますからね。リングは大丈夫そうですね。さあお待たせいたしました。さあ皆さんの後押しが必要です。エクスプローラーズセカンド、勝つためには皆さんの応援が必要です。大きな拍手をお願いします。集中していこう。それではゲーム再開です。さあボールは福岡。ここで1本決めてきたのは福岡。ラストは福岡、萩原シュート。あとバウンス、福岡ボールになります。さあ集中していこう。セミファイナル1、ラストワン福岡対エクスプローラーズセカンド。勝てばファイナル。いい感じです。皆さん大きな拍手ありがとうございます。そんな感じで後押しをお願いします。鹿児島棒。鹿児島棒。ここで一本決めたい鹿児島。エクスプローラーズボール。萩原シュートワンポイント。ラストの効果連続ポイントです。豪華ファール。ゴールは鹿児島です。さあ乗っていこう鹿児島。綺麗に決める松本涼。関愛斗ワンポイント。さあここでフリースロー。オーケー、ナイスです大井航輝。15対13、2点差です。ここは決めてくる金子陸。さあ鹿児島反撃いきましょう。エクスプローラーズセカンド。ここでタイムアウト。さあここからの戦い、どんなことが鍵になりますか、前田選手。そうですね、やっぱりチームファウルもそんなにたまってないですし、はい、時間もそんな長くないんで、もう本当に早い展開でどんどんアタックしてツーポイント狙うしかないかなって思います。どんどんアタックすることが大事ということなんですね。はい、そうですね。やはり点はちょっとここで詰めておきたいですね。そうですね。さあそれではゲーム再開です。残り3分52秒。16対13。レッツゴー鹿児島。落ち着いていこう。福岡を以上、目覚ました松本涼。すごいっすね。見事でした、松本涼。2点差に迫っています、鹿児島。さあ、ラストアンコーカーワンポイント。あと1個でそうですね、ラストアン効果が今6溜まってますんで、これ逆に鹿児島チャンスですね。チームファウル7つ溜まると相手チームにフリースローが与えられます。そうですね、ここ守りたいですね、鹿児島。さあ、守っていこう。開幕戦絶対勝利したい。チームファウル7つになりました。フリースロー。今9点目。すごいナイス MR。うわーという声も聞こえてきました。さあ残り2分10秒。さあタイムアウト、1分49秒残り、19対16の3点差です。3×3ユナイテッド 2024-25 ウエストエリア開幕戦セミファイナル1です。さあファイナルに進出するのはどっちのチームか。さあ鹿児島の勝利のために皆さん大きな声援をお願いします。よし行こう鹿児島。ナイスリバウンド。豪華ボールでスタート。かなり白熱している。さあ行こう鹿児島。さあ1点差。さあラストワン福岡が20点になっています。残り時間48秒。フリースローです。まだチャンスある鹿児島。テクニカルファウルのワンショットの後、このツーショットがあるからスリーショット。さあ乗ってる松本涼、スリーショット、フリースロー。オッケーオッケー。さあ3最後だ。決めたー！ 20対20。さあ残り35秒。残り22秒。ものすごい展開になってまいりました。やばいやばいやばい思わずやばいと言ってしまうぐらい。さあ行こう鹿児島。なんという展開。さあ18秒。20対20。OK リバウンド。ちょっとすごい展開すぎて。大丈夫ですか皆さん。残り5秒。0.1秒。さあ 0.1 秒。福岡ボール。20対20。なんとオーバータイム。これは行くしかない。皆さんの力が必要です。エクスプローラーズセカンドへ皆さん大きな声援の拍手をお願いします。加藤、ここまで来たらファイナル行きましょう。開幕戦エクスプローラーズ鹿児島ラウンド、これは勝つしかありません。オーバータイムセミファイナル1、なんとすごい展開になってまいりました。行くぞ鹿児島。さあオーバータイムスタート。さあ行け鹿児島。20対20。1点取ればノックアウト。さあボール鹿児島。落ち着いて。さあ取った。初めてすぎてこれを決める。さあ鹿児島。オッケーオッケー、落ち着いて。さあ守ろう鹿児島、守ろう。よし OK。 さあ大きな声援皆さんお願いします。頑張れ鹿児島。行こう行こう、絶対勝とう。焦るな。3x3 ユナイテッドセミファイナル1、白熱した試合となりました。素晴らしい試合を展開してくれた皆さんに大きな拍手をお願いします。勝ったのはラストワン福岡ファイナル進出です。